3連休の初日に入りましたけど、皆さんいかがお目覚めでございましょうか。おはようございます。土曜朝5時の男、徳光詰めでございます。おはようございます。アシスタントの石川美由紀です。外窓真っ暗なんですけれども、今日本放送の屋上の温度計が24度、湿度 80.9% を指しています。3連休ね、3連休なんですが、ね、スタートしましたけど、台風が相当接近してますね、はい、台風14号の影響、関東地方はこの連休の間中ずっと受けてしまいそうですね。今日も日中は晴れるんですけども、夕方頃からもう雨が降り出しまして、明日も雨、19日も雨。我が青春の歌謡曲、もう早朝からね、日本のキングオブロック、 A ちゃん矢沢永吉さんでございますよ。でこちらの45年前の1977年にリリースされました黒く塗りつぶせっていう曲でございますね、今日はですね、矢沢永吉さん特集をちょっとしていこうかなというふうに思うんでございますけど、はい、72年にロックバンドのキャロルでデビューいたしまして、今年で50周年になるんですね、矢沢さんね。すごいな。現在、矢沢さんのホームページにはですね、50周年を機に著名人がお気に入りの10曲として選んだ私の矢沢永吉プレイリストというのが公開されておりましてですね、はい、そこに奥田民生さんやリリー・フランキーさんとかですね、この週末木更津でライブフェスを行いました氣志團万博の氣志團の綾小路翔さん、こういった皆さんのリストが載ってるんでございますが、大変光栄なことにですね、今週私が選んだ10曲もちょっと公開されておりまして、そうですか、もう私のリストや他の方々の選曲をですね、ぜひ皆さんご覧いただければなというふうに思うわけでございますけどね。この黒く塗りつぶせは、徳光さんのプレイリストにも入ってるんですか。こちら入っておりますね。選曲ですか。やっぱりね、 A ちゃん矢沢さんの真髄は僕はバラードにありと思ってるんでありますけども、やっぱり外すことができないロックの作品ってあるじゃないですか、はい、それも数曲入れた中に、まあその中にこの黒く塗りつぶせを入れさせてもらったんでございますけども、矢沢さんただいま50周年のツアー真っ最中でございますんで、まあ先月はほら国立競技場で行われましたライブでもこの黒く塗りつぶせ非常にシャウトいたしましたよね。やっぱり国立競技場が似合うのは矢沢さんしかいないね。もう嵐もね、お客さんがいないところでは確かにこけら落としのコンサートやりましたけども、はい、嵐もやりたかったと思いますけどもですね、でもやっぱりなんかね、一人でね全部集中させてしまうっていうのは国立競技場の場合は矢沢永吉さんかなっていうふうに思いますよね。でなぜ80歳の私がですね、73歳の矢沢永吉さんの、にっていう、なんていうかな、この魅力ある男にとらわれまして惚れ込むのかって言いますと、やっぱりこの人ね、ブレがないっていう、要するに本当に横浜で出会ったロック、こっからやっぱりブレがないで、自分の人生をやっぱりその音楽にかけて、音楽にこう合わせてるっていうところがあるのと、それからなんだろうな、男はこういう生き方をしようぜっていう、男の強さと男の優しさと男の脆さみたいなものがですね、歌詞の中に随所に出てくるんだよね。でそれをさ、ほとんど自分たちの前に姿を現す時にはですね、寸分の狂いもないほど、あ、今日は調子悪いなっていうようなことを思わせないほど見事に歌い込んでくる。それこれは相当水面下で水かき運動をしている、相当見えないところでトレーニングをしてるんだなっていうこと、体型見てもわかるじゃないですか。そうです ね、変わらないですもんね。そういったようなところをね、見せないところがですね、見せずに本当に完成品、パーフェクトなものをいつも俺たちに提供してくれるっていうところに、 A ちゃんはやっぱり A ちゃんであるなっていう。だからまさに A ちゃんも年取ってるんですけども、キャロルの頃のやっぱり矢沢永吉を知ってる人たちは子供たちをリーゼントにしてくるわけですからね、会場に。そうなんですか。そうですよ。3歳4歳の子をリーゼントにして、親たちは来るわけで、親もリーゼントで、そのぐらいやっぱり矢沢永吉に惚れ込んだ年から自分たちも変わってないんだっていうことを思わせてくれるっていうね、まさに時間よ止まれなんですけどね、いいですね、で明日は矢沢さんは福岡の、なんつったっけ、ペイペイドームでしたかね、でライブを行うんでございますけども、今回一連のツアーで改めて宣言いたしましたのが生涯現役ですよね。
体と声の通過にロックスターであり続けるという、つまりコンサートを行うということですよね、はい、こういう言葉にも私たちも含めですね、ファンの皆さんかなり刺激を受けているんだなからことです。まあ、人生いろいろと厄介なこともあろうけれども頑張ろうという、もはやもう矢沢駅さんの言葉ですね、人生の道しるべ道標だなっていうふうに思えてなりませんね。でね、実は私もプレイリストの10曲の中に選ばせていただいたんでありますけども、矢沢さんのバラードで、これご存知ですかね、1995年にリリースされました。ちょっと行きましょうか。なぜこれ選ばせてもらったかって言いますとですね、初めて私に孫が生まれた年なんですよ。その時に A ちゃんがこんなバラードを、つまりもしかしたら息子夫婦に孫ができてもいいかなと思った、そういったまさに予感の日だったし、予感の雨という曲でございます。矢沢永吉さんです。なじみの矢沢永吉さん、予感の雨でした。なんかさ、消え入りそうで消えないっていう、そのもうドラムのリズムにこれほどまでに乗るバラードの声ってないと思うんだよね。いい声ですね。いい声だよね。とりしちゃいます ね。徳光さんもうっとり聞いてらっしゃいます。前中杉の雨なんてとかも最高だね。はい、日本放送徳光和夫徳森歌謡サタデー、我が青春の歌謡曲、今週は矢沢永吉さんの特集をお届けしました。